はい、なんです。結婚できる男とできない男の差は何かと。結婚できる男とできない男の差。まあ私もね、彼女がいないんで説得力ないと思うんですが、あえて言います。まず私のように顔がハンサムであること、次に私のように頭がいいこと、最後に私のようにせこいこと。これが結婚できる男とできない、え、何です？質問？どうぞどうぞ。何です？え、私のようには余計じゃないかって。あとせこいの意味がわからない。なるほどね。人間はね、騙し合いです。バカな女に金を出せば来るし、バカな女に嘘をついて騙せばこっちのもんだから、すなわちこれが恋の駆け引きなんです。駆け引きイコールギャンブル、ギャンブルイコール騙し合い、騙し合いイコール結婚ということです。